はい、こちらが天文寺棟梁でございます。ただ今ずーっと歩いてきたんだけどね、ほら、ここも古墳みたいなのがいっぱいありますよ。これなんか言ってないか。近年はね、妄想だけがいっぱいでございますね、この辺。あら、下るの？嘘。これ下るんですか？これは古墳やな、見たかに、これ。なんもないかね。はい、な、下りましょうか。あそこかね。いやいや、あれが中山古墳。はい、あそこに行くんだ。どうやって行くんだ、これ行けるかね。あれ、上がる道がなさそうやね。この真上でございますけどね、道がないんでございます、こっちね。山道上がれんかな、ね。ちょっと上がれそうだよな。そこに見えてるんだけどね。どうしましょう。どこもないの、階段。階段ないね。ちょっと急すぎて、ちょっと上がれんな、あれは。あ、ここまで曲がる、回らないしゃあないかな、そこまで。よっしゃ、ちょっと回りましょう。ここ目の前あんだけどね。目の前あって行かれんのですわ。今年梅がね、寒かったんでなかなか咲かなかったみたいですね。2月に咲くんやけど、梅っていうのは。いやー、今満開ですね。今16度ぐらいあったかな、今日。いやー、大回りでございましたね。お、いっぱいなったね、夏みかんが。あら、これ車で来たことあるな、これ中山君。間違ったか、あ、間違ったかじゃない、一本。今どこにいますか、ここ。ここにいますか。まっすぐやね。まっすぐ中山古墳。100メートルなんだよな。一周ずっと回ってきました、この後ね、上がれんから。大変でございました。はい、着きました。こんにちは。中山古墳でございます。これ石棺見なかったかな。ちょっと待ってください。石棺前見たんだけどね。埋められましたかな。分からんな。あれ全然見えないね。はい、ちょっと待ってみましょう。綺麗に作業してくれたんかね。あれ、石棺とか石碑とかなんか見えたんやけど、昔。何も見えないかね。埋められましたか。残念。これも八角墳でございますからね、八角墳。八角墳はね、ここの、ち
調査の時に一回来てんだけど、これが文武天皇陵だろうって言われたんだけどね、その横にあんねんけどね、文武天皇陵は。これで、ね、見せてもらった時ね、これはそうだ、これこう石が掘ってあったんだよ、ここね、こうですよ、これで、いや、こうじゃないな、三田の向こうでさ、あっちやな、こっちですよ、こっち、ここをね、ちょうど掘ってありました。で、ここに石がちゃんとね、見せてもらったんだよね、下ね、はい。ほんでね、この辺から見えたんだけどね、ここからね、こう来るとこの辺に見えたんだけど、どっちやったっけ、この辺から見えたんですよ、埋められてるね、完全に。残念でございました。いやー、見れるかと思ってきたんだけどね、完全に埋められてます、はい。どんなのが見えたかというとね、こういう石が見えました、間違いなく見ました、見ました。で、このね、橋川君のね、この部分じゃないな、この部分や、この部分はどこだろう、え、あ、ここにあるの、135度入りのこれですね、はあ、ここかな、これですね、ね、はい、これは桃天皇陵、桃天皇陵ね、名古屋古墳って書いてあるけど、はい、いや、名古屋古墳ってあるけど、はい、桃天皇陵でみんな言わんだけどね、はいはい、はい、あれですか、はい、寛大の方、はい、寛大の方、いやいや、もう80近い年寄りです、いやいや、寛大の方ですか、関係ないの、寛大関係ない、関係ない、あらあら、ごめんなさい、はい、いやいや、もう寛大の方そっくりやから、ありがとうございます、講師さんとかなんか大教授さんとかね、いっぱいいろんな人、はい、こう来てあったんで、で、あそこの窓、あ、ちょうどそこは、はい、前掘ってあったんだけど、はい、戦後静香がまだ行ってなかったので、あ、そうなんですか、はい、こんな良かったんですよ、これ、んこれ良かったですよ、この嘘、本来ならね、これが見えたらもう本当に良くなかったんだけどね、ここから見えてましたからね、この前に、ほんでもう崩れてましたもん、かなり、3、4年前は、で、去年ぐらいにこれ発掘調査しやった時に、はいはい、その時もちらっと見えたんですよ、はい、そうかな、ダメですね、あ、はい、ありがとうございます、来ればよかった、え、その見えてた時に来ればよかったかな、はい、その影響もありますけどね、はい、もうちょっと大きくしましょうか、いいです、いいです、ね、はい、ありがとうございます、あれ埋まってますね、石室が小さく作られています、全然見れませんね、石棺というか、その石室が、ね、